きょう開かれた9回目の百条委員会では崩落の起点とされる盛戸土付近の開発許認可に関わった市の元職員2人と前の土地所有者の関係者2人が参考人として証言しました市の元職員の1人は規制を超える盛戸土を確認したとした上で業者に土砂を搬入しないよう再三指導したが止めることができなかった 大規模な崩落は予想していなかったと話しましたまた森戸への関与はなかったとしている前の土地所有者については工事に積極的に関与していたと証言しましたさらにもう一人の元職員は業者が提出した工事の届出に空欄があったにもかかわらず受理したことについて突き返してもこっそり開発される可能性があったので 受理して指導した方がいいと思ったと話しました。普通はですね、えー、関係部署の方でしたらばその危険性はですね十分理解できたと自分は思います。ただ先ほどの市の説、元職員の説明ではですねあまりその辺の認識がなかったのは個人的には残念に思っております。明日の百条委員会では。 斉藤栄市長が参考人として証言します。